立山連邦は、飛田山脈の北部、中部山岳国立公園の雄大な軍邦、連邦軍である。黒部川の西側に連なる山域の軍邦で、東側の後ろ立山連邦と対峙している。北は、富山県の相が竹から、南は、富山県と岐阜県との県境の北の股岳、黒部五郎岳を経て、三つ連下岳竹で、槍ヶ竹。 おたか連邦の狩領戦と合流する。古来より、立山七十二法八千八国と謳われる、軍法であり、立山信仰の対象である。越中駒ヶ岳系、剣岳系、大日岳系、立山三山,山系、薬師岳系、三つ又蓮華岳系ほか等々からなる、無数の連山連邦が折り重なっている軍法。仏教館の趣味山。古くは立ち。 夜朝友たちの峰とも称された。国文学表現の諸得うる件である。富山平野から望むことのできる北アルプスは大部分が縦山連峰である。縦山信仰との結びつき、後ろ縦山連峰を後輩として、縦山連峰全体で、神殿、及びマンダラ趣味山の構造をとっている。浄土山、小山、別山の三座を合わせて、 立山三山と称して三世諸仏に例えられ、さらに主宝大山に続く峰を立山本峰と称し、道大山、大南寺山、富士の織立からなる。霊山信仰により立山東廃が行われている。最高法治軍の大山に登り大南寺山や剣岳、塔などを参拝することで、斧が悟りを表す趣味山の展開思想や浄土世界がある。 縦山火山という火山帯があり、地獄谷の火山ガス噴出口や、縦山カルデラ、三田ヶ原、大日平、五色ヶ原といった溶岩大地、室堂の三國ヶ池などに見られる、爆裂火口など多様な火山地形が見られる。縦山本邦付近及び剣岳には小規模な氷河が現存するほか、縦山山崎建国、薬師学建国軍など、 過去の表記に存在したより大規模な氷河によって形成された地形も多く見られる。なお、しばしば地図表記等に、小山や大南寺山が縦山とのみ記載されるが、縦山には、縦山と称する、単独防無二方未部は存在しない。また、反対的に、剣岳系、及び縦山三三系の付近の連山連邦のみが、縦山連邦であると誤解誤用されることがしばしばある。 立山連邦は溶岩台地に由来する湿原や永久凍土、周氷河地形などの多様な生態系を持つことから高山植物の宝庫となっている。高山限界は2400メートル程度だが季節風の影響でさらに低い標高でも草原が広く見られる。特に薬師学以南においては山体がなだらかであることから広い山頂草原が発達している。 その風土から室堂平では本州で最も早い紅葉を見ることができる。9月下旬からチングルマなどの紅葉を見られる。富山県州入省市立山連峰の図柄が描かれている。ありがとうございます。